茨鉄道 IRT355 系機動車は茨鉄道の機動車。1999年の開業当初から使用されており、開業を記念して当時の郵政省が発行したふるさと切手にも描かれている。1998年に新潟鉄工所の地方鉄道向け車両 NDC シリーズをもとに製造されたが、当初からトイレを設置している。 一般車両0番台10両とイベント車両の100番台2両の K12 両でスタートし、2005年に200番台となった夢安らぎ51両が増備されて、K13 両が在籍していたが、2015年に IRT355 から07が廃車され、ミャンマーに譲渡された。形式名に関された IRT とは、 茨鉄道の列車を意味する茨バレールウェイズとレーンの頭文字をそれぞれ取ったもの。数字の355はこの車両の出力 355PS にちなむ。新潟鉄工所の標準的な第三セクター、鉄道向け機動車であるが、全長18メートルのステンレス車体と 355PS の機関、変速2段直結3段の液体変速機の、 組み合わせとするなど高性能を狙った車両である。なお、茨鉄道は1999年開業だが、1月11日に開業したため1999年製造は存在せず、200番台以外すべて1998年製である。全長18メートル、幅2.8メートルのステンレス車体で、 側外板厚が1 5ト、mm、ル、屋根板厚は0 6ト、mm、ルであるが、前面と床板は4 5ト、mm、ルの一般構造用鋼板を使用している。乗降用扉は、車体両端2箇所に1メートル幅の空気式の片引き戸を設け、戸先センサーを用いて再開閉制御を行う。ドア開閉時にはドアチャイムが明動する。 ホーム高が線 100mm のため、ドア付近の床にはステップはなく、客室と同じ床面高さとなっている。これにより、移動制約者にも利用しやすい車両になった。車内には、車椅子スペースも設けられている。側窓は、熱線吸収ガラスの固定窓としている。カーテンも設けられているが、各番台で、仕様が異なる。トイレは、FRP 製ユニットを用いた。 真空式汚物処理装置付きは式トイレで汚物タンクを床下に設置している。暖房はエンジン排熱を利用する温水温風式で客室に8台、運転室に2台設置されている。冷房は期間直結式で15,500キロカロリー、エイジの屋根状ユニットを2台搭載している。車内換気として電動換気扇を用いた排気を行っている。 定格出力 355PS、2100RPM を出力するターボチャージャー及びインタークーラー付き機関と変速2段、直結3段液体変速機の組み合わせにより、33パーミルでの運転に対応しており、冷房装置停止時では、直結1段で約時速 50km、変速1段でも、 約時速 45km の均衡速度が確保されることとなった。同台車、付随台車ともに軸バネに円錐ゴムを使用した軸ゴムイングバネ方式のボルスタレス台車を装備している。車輪系は一般の鉄道車両と同じ 860mm とし、密封複式円錐コロ軸受けを採用している。ブレーキ装置はユニットブレーキ方式、制は 消結合金製が採用された。電気指令式空気ブレーキで、機関ブレーキ、排気ブレーキをそもそも速ブレーキとして装備している。機関ブレーキを常用することにより、成人後の長寿命化を図っている。IRT355 から0機キビき尾駅にて、IRT355 系アート列車一般運用に供される車両で、 ドア付近にロングシート、車両中央部に固定式、クロスシートを配置した、セミクロスシートである。座席幅は 900mm とし、座席モケットは、ブラウンとなっている。荷物棚は、アルミブラケットとステンレスパイプを用いたもので、座席上部に配置されている。立脚用のつり革は、ロングシート部分に設けられている。座席の背すりにも握り手が設けられ。 立脚を配慮したものとなっている。カーテンはフリーストップ式で蛍光灯にグローブはない。例6は2021年1月22日から2023年12月末までの予定で岡山県備中県行きの観光ラッピング列車であるカラフル備中ラッピング列車として、09は千二十一年三月十一日から大原美術館の名画を車両にラッピングした。 アート列車として、それぞれ運行されている。IRT355 から101、宝くじ号、きびまきび駅にて、イベント用として供される車両で、車内は、全席転換クロスシートとなっている。座席幅は 890mm とし、座席モケットは、基本番台と同色である。荷物棚は、基本番台と同様のものを装備しているが、アルミ製の飾りを設けている。 全席転換クロスシートとしながらも、座席のせずりには握り手が設けられ、立席客を考慮している。カーテンは横引き式で、蛍光灯はグローブ付きとなっている。101は宝くじ号である。IRT355 から201、夢安らぎ号総運の里江原駅にて、イベント用の使用を考慮した車両。愛称は夢安らぎ号である。 水戸岡英二がデザインを手掛けた。ありがとうございます。